今回新しく入ったこちら G63、ブラバスのカスタムされた車になりますが、そこをちょっと変わった部品だったりとかパーツを詳しく紹介していきたいと思います。こちらのフロントから見ていきますと、変わっている部分ですとこちらのフレームですね、ブラバスっていうエンブレムが入ったフレーム、カーボンでできております。そしてこちらのエンブレム B、 ブラバスの B のエンブレムも変わっております。このボンネットの上も見ますとカーボンに変わっており、こちらもブラバスの一つのパーツで変わっていく部分になります。はい、でこのボディを見ますとワイドスターキットって言って、こちらのフェンダー、そしてこのフロントスポイラー、すごくかっこいいボディキットになっております。であとこちらのレッドのブラバスのエンブレムもこちらブラバスのオプションになります。カスタムですね。こちらもですね、このタイヤですか、タイヤの カバーもブラバスに変わっております。であとこちらのサイドなんですが、ホイールですね、ブラバスのモノブロック Z24 インチになります。ではちょっとインテリアの方を見ていきましょう。インテリアの方は特に G63 と変わらない感じで仕上がっております。変わった部分としてはここのステップですね、ブラバスっていうロゴが入っております。特徴なのはもうこのエンジンですね。よいしょ、はい、この大きさのエンジンですね。ブラバスのコンピューターを使って馬力をアップされているエンジンになります。なんと800馬力。こちらの数字を見ますと本当にものすごいパワーを持っているエンジンになります。本当に綺麗に使っていただいたオーナーさんでしたので、本当にもうかっこよく仕上がっているお車になります。ぜひ気になる方はお問い合わせください。ありがとうございます。